ニシンの戦いは1429年2月12日にフランスオルレアン郊外のルブレサントクロワで起こったイングランド王国軍とフランス王国スコットランド王国軍の戦いである。百年戦争のオルレアン包囲戦中に工場側のイングランド軍の市長隊をフランススコットランド軍が襲撃したが撃退された。運んでいた物資の中にニシの樽があり、戦闘後に戦場に 二神が大量にばらまかれていたことからこう呼ばれた。三百三十七年に英仏間で始まった百年戦争は、完結的に戦闘が続き、イングランド軍がクレシーの戦い、ポアティエの戦い、アジャンクールの戦いで、フランス軍を破るなど、戦況を優位に進めていた。十四世紀末から激化したアルマニャック派とブルゴーニュ派の内戦も、相まって、フランス王国の内政は、 混乱を極め、北部のノルマンディはイングランドに掌握されるなど、情勢は悪化の一途をたどった。フランスの王太子シャルルは南部で抵抗を続けたが、王太子側のアルマニャック派の支配地域の北限に位置するロアール川沿いの重要拠点オルレアンは、1428年10月からイングランド軍に包囲されていた。イングランド軍は、 オルレアンを完全に包囲するほどの戦力がなかったため、周囲にいくつか取を築いて都市を封鎖した。当初は封鎖が十分でなく、アルマニャック派の援軍や支援物資がしばしばオルレアンに入場したが、イングランド軍が巡回警備を強化すると、兵や物資の流入が止まり、1429年初頭には城内で危機感が高まっていた。アルマニャック派は、 オルレアンから南西50キロのロワール川下流の町、ブロワを拠点に、オルレアン解放のための軍事行動を展開した。1429年2月、オルレアンを包囲中のイングランド軍に、食料や物資を補給する、市長部隊がパリを出発した。300両の入馬者には、石弓の矢や大砲、砲弾などが積み込まれ、肉食が禁じられている、四純節の間の兵糧として、 大量のニシンの塩漬けの樽も積まれていた。護衛部隊の指揮官はジョン・ファストルフで1500の兵と1000の非戦闘員を率いていた。この情報を得たブロワのフランス軍は襲撃を企て、クレルモン博率いる4000の兵がオルレアン北方に向かった。市長と護衛部隊は2月11日遅くにオルレアンの20キロ北にあるルブレという村に到着し、 翌日オルレアンへ向かうために休息した。翌12日の朝、フランスの石膏が付近に出没し、間もなくして、フランス軍の大部隊が現れた。イングランド軍は兵力で劣っていたが、ファストルフはルブレの南の街道上で迎撃することを決断し、輸送用の馬車を集めてエンジンにして、即席の防衛陣地を築いた。さらに、馬車の隙間には、ニシンの樽を並べて、 バリケードとし、陣地の外側にはパイコを地面に大量に突き刺して、馬防柵代わりにした。槍を障害物として設置して、騎馬突撃を防ぐ戦術は、アジャンクールの戦いで採用され、非常に有効であることが証明されていた。エンジンの南端と北端には、出入り口が設けられ、攻撃が集中すると思われる南端には、イングランドやウェールズの長級兵や、 石球兵が400から500人配置された。これに対しフランス軍は街道を南から接近、先発部隊200名を率いていたジャンド・デュ・ノアは、ライル、ジャンポトンド・ザントライ・ユラと共にイングランド軍を捕捉したが、皇族のクレルモン博から本体到着まで攻撃を控えるよう命令を受けていたため待機、合流が遅れ、イングランド軍に陣地構築の時間を与えてしまった。 フランス軍の攻撃は当時登場し始めたばかりの兵器だった大砲の射撃で始まった。新兵器ゆえにフランス兵も扱いに不慣れで適切で効果的な使用方法とはいかなかったが、それでもイングランド軍の陣地や兵士に被害が出た上に長級の射程外からの砲撃だったため、イングランド軍は反撃ができなかった。フランス軍指揮官のクレルモンハクは 砲撃の間は白兵戦は禁じていたが襲撃部隊に参加していた400のスコットランド兵は徐々に苛立ちを募らせた。スコットランド兵の司令官はエブルーハク・ジョン・スチュアートで1423年のクラバンの戦いで片目を失ってイングランドの捕虜になり身の白金を払って解放された人物だった。エブルーハクはクレルモンハクの指示を破り帰化のスコットランド騎士と 走行兵士を下馬させると、イングランド軍の陣地に、正面から強襲を仕掛けた。友軍のスコットランド兵に誤爆することを恐れた、クレルモン伯は砲撃停止を命じた。フランス軍の弾幕が緩んだのを見たファストルフは、旧兵隊に命じて、スコットランド兵に射撃を集中させたため、スコットランド兵に多大な犠牲が出た。フランス軍の騎兵は、 やと即席の馬防策で友軍に容易に近づけず、フランス不評も支援の動きが鈍いのを見たファストルフは反撃を決断した。スコットランド兵とフランス兵が入り混じって混乱しているところにイングランド兵が側面や後方に回り込んで総攻撃をかけたため、フランス軍は壊滅して退却した。フランススコットランド連合軍は500から600人の戦死者を出し、 デブルー博も戦死して、スコットランド兵も全滅した。デュノアも足に矢をいられ負傷しながら、戦場を脱出、ライルとザントラインユが退却を援護して、敗残兵を救ったが、戦場に遅れて到着したクレルモン博はすぐに、離脱した。イングランド軍の損害はわずかで、その日のうちに抗軍を再開して、オルレアン包囲軍に合流した。 フランス軍の砲撃で、バリケード用の二審の樽の多くが破壊されたため、戦場は二審まみれになっていた。この戦いが奇妙な呼び名で語り継がれることになる、ゆえんである。法以下にあったオルレアンでは敗戦の責任を指揮官のクレルモンハクに問う声が高まった。全種から卑怯者と罵られ、軽蔑の眼差しを向けられた、クレルモンハクは、二千の守兵を率いて、オルレアンを離脱した。 ここに至って、牢城軍や市民の士気は大いに下がり、城中では降伏さえ取り沙汰されるようになった。この戦い自体は単なる小ゼリアに過ぎず、そのまま歴史に渦漏れてもおかしくはなかったが、数ヶ月後に、オルレアンを救うことになるジャンヌ・ダルクの伝説と結びついて有名になった。フランス東部のドンデミ村の農夫の娘だったジャンヌは十二歳の時、イングランド軍を駆逐して、 大大使をランスでフランス王位につかしめよという神の声を聞いた。16歳の時、ボクラール大使のボードリクール博にシノンの仮王宮を訪れる許可を願い出て、長昇をもって追い返されたジャンヌだったが、翌年に再びボードリクール博を訪れると、オルレアン近郊でフランス軍が敗北すると予言した。数日後に、ニシンの戦いの敗北がボクラールに届いたため、 驚いた、ボードリクール博は、ジャンヌの死の訪問を許可した。こうして、ジャンヌは、歴史の表舞台に姿を現すことになった。リリーブド・オン・4ン・メイ2008ホリコシ、P33P38、ペルヌー、P376P378、清水、P165P170。ABCD ・ ABC レイリーズ、ケリー、ジョーン・オブアーク。 エミリタリーリーダーザヒストリープレス 2003ISBN978 から0752460611ペルヌー P378 清水 P170 堀越 P38P40 ペルヌー P378P379 清水 P170P171 堀越 P40P41 ペルヌー P379P382 清水 P171P174 ありがとうございます。